この旅のゲームはどう転ぶのか。委ねるもよし、抗うもよし、いずれにせよわしに残されたわずかの命をトスに値する、実に楽しい宴よ。1日をかけてたどり着き、そして再びゼロに戻る。23時59分までは確かに数えただろう。しかし24時にたどり着くことはできたのだろうか。たどり着けず再び0時に戻ったと考えれば、それはなんとも虚しいことよ。わしは違うぞ。わしは生きて24にたどり着く。そここそが黄金郷、ベアトリーチェの住処なのだから。今宵は思い通りにならぬな。
足だ。源氏はおるか。至急だ。するってさ、自分が儀式を起こしたみたいな都合のいい話さ。大田に蹴取られぬよう裏から入る。足音に気をつけ。はい、姉さん注意して。姉さんは賑やかだから。源氏様。うん、急ぐぞ。いましたか、源氏様。結界が死んでいる。え、ああ、
親方様。親方様、源氏でございます。ここをお開けください。シャノン、背中を守れ。カノン、室内を探れ。はい。親方様はいらっしゃられるはずです。ですが、静かすぎます。ご無事だということか。いえ、静かがすぎます。まさか、そんな。親方様、扉を失礼させていただきます。失礼いたします。お越しでございましたか、ベアトリーチェ様。源氏か、なかなかに早いな。やはりカグは主の呼びかけに素早く答える方がよい。こやつとは大違いだ。ロノエ様もお越しでしたか。相変わらずさすがです。だいぶの久しぶりになりますね。それにしても老けましたね。それだけの弱いを重ねましたか。充実した日々を過ごしております。ロノエ様におかれましてもますます充実されておりますようお見受けいたします。ええ、おかげさまです。そしてシャノンも久しぶりですね。君は随分と美しくなった。そして随分と強くなったようですね。良いことです。ありがとうございます。姉さん、あいつは一体。カノン君とは会うのは初めてになりますね。私はベアトリーチェ様の家具頭を任されておりますロノウェと申します。源氏さんの古い馴染みですよ。あなたと同じに私も家具です。使える主は異なりますが。わらわもすっかり嫌われたものだ。坊主憎ければ今朝までなんとかとはよく言ったものよ。
方様。わらわが金蔵に伝えたのは二つ。良い知らせと悪い知らせだった。良い知らせは、儀式を終えずしてわらわと再会できる幸運を得たこと。悪い知らせは、金蔵が儀式の一番最初の生贄に選ばれてしまったことだ。こればかりはわらわにもどうしようもない。実に気まぐれにルーレットにて決めたのだから。嘘つけ。楽しんで殺していたくせに。よして、カノン君。さて金蔵、そろそろ負けを認める気になったのか。これにてわらわとの長きにわたる勝負は決着だな。是非もなし。これもまた一興か。わらわもだ。そなたとの勝負に決着がつくことは万感の思いあれど、もはや恩衆を超える。楽しかったぞ。退屈しない数十年であった。チェックメイト。これがわらわからそなたへの手向けだ。心置きなく眠れ。向こうへ。お前が言うか。ふさわしい死に方だと思っているくせに。なぜお前が姿を現している。僕たちに何か用だとでも言うのか。よして、カノン君。ベアトリーチェ様を挑発してはダメ。すっかり怯えさせてしまいましたね。わらわはつくづくカノンとは仲良くなれぬようだ。そう嫌いでもないというのにね。